皆さんこんこにちはレック講師のです本日は、えー、司法書士の受験ならびに司法書士の資格のことについて、えー、興味を持たれている方へ向けて司法書士の試験科目の中であまりその全貌が知られていない不動産登記法について、えー、1時間で効率よく不動産登記法の全貌を知っていただくような講義をしてまいりたいと思います。その名も1時間でわかる不動産登記法 どうぞ不動産登記法のです、ねえー、全貌並びに不動産登記法の入り口をお,お楽しみください。それでは、えー、本日なんですけれどもこの1時間でわかる不動産登記法、えー、レジュメを用意しております。 このレジュメにつきましては皆様ですね画面上と言いましょうかお手元にご準備いただきまして聞いていただきたいなと思いますこの一時間でわかる不動産登記法不動産登記法の基礎と実務を除いてみようというタイトルでお話をさせていただきたいと思いますさあまず私司法書士として実際に横浜市で司法書士事務所を開業しております そして日々、不動産登記業務や商業登記業務こういった業務についてですねお客様の声を聞きながら仕事をしているわけなんですが実は不動産登記法やればやるほど奥が深いなというふうにですねいつも思っているところです。日々、お客様のですねの対応をしながら新しい発見があったりそしてまた仕事を完成した後お客様から喜んでいただいたり本当に使用書士のですね仕事を実は今、私、楽しんでおります。 私が実は司法書士の資格をです、ね、受験しようと思ったのは大学2年生の春なんですね、えー、ふらりと立ち寄った大学生協で、えー、まさにレックのパンフレットを見つけましてそのレックの司法書士のパンフレット私も実はこの15ヶ月合格コースの出身です。 ですから15か月合格コースのパンフレットをこう手に取りまして、えー、そして、パラパラと見ていくうちにですね、すっかりこう司法書士の魅力、まあ、特に私、東洋史学科在,住でしたので在籍でしたので、えー、中国語を勉強していたんですね。 でレックのパンフレットの中に実は司法書士のですね業務範囲の一つとして日本に住む外国人の方のですね不動産登記や商業登記の仕事こういったあの業務も含まれていると特に日本で不動産を購入した外国人の方当然日本人とは違うですね手続きが必要になったりいたしますそういった時に外国語がしゃべれる司法書士というのは一定の需要があるんだということがレックのパンフレットに書いてあったんです。 で私はあの横浜生まれ横浜育ちなので実は横浜には中華街がありまして小さい頃から周りに華僑の方がたくさんいらっしゃるという環境で生活してきたんですねですから近所の方に中国人の方がいらっしゃるというのは非常に馴染み深い環境でしたのでその障害業務障害登記業務というのにもうピンときたんです。 えー、あこれこそ私がね今勉強している中国語のお勉強とそして自分の将来との勉強が結びつくなというふうに思いまして、えー、本当にその日のうちに潮女子の受験を決めたというような経歴を持っております。 大学2年生の頃ですからもう二十年前の話なんですけれども、えー、本当に今司法書士として私はこうバッジをつけて働きているこの今の立場から当時の私に声をかけられるとすればですね お前よくやったとよくあの時フラッと立ち寄った大学生協で本当にねその時どういう,う、まあ、あの何力が働いたのか分かりませんけどもこう引き寄せられるようにネックのパンフレットを取ってそして司法書士のそれがパンフレットでその中にある障害不動産登記業務というところにピンと来てそしてまあその日のうちに受験を決めネックの門を叩いた。 そして実はもうその一年半後大学三年生の夏には私はもう司法書士の資格を手に入れまして大学四年生から実際に実務で働いて今に至ります本当にあの時司法書士の受験を決めてよかったなと 今あ本当にあの時のね自分に「お前よく決意した」<laughs> よくあのそれを決意し実際に行動に移した本当に褒めてあげたいいと思います、えー、自分のですねあの時の決心、えー、それを本当に日々思い出すにつけですね非常にあの誇らしい気持ちになりますしこれからもまた司法書士として頑張ろうという気持ちが湧いてくるんです。 今日は、そういったあのまあ障害業務のことは今日この場ではちょっとお話をすることは詳しくはできませんがえ今日はその障害不動産登記の仕事の基礎にもなるその不動産登記法について皆さんにコンパクトに内容をお伝えしていこうと思います。 今から私がお話をする内容は実はですね私神奈川県の司法書士会の依頼で神奈川県の公立高校私立高校に出張講義としまして実は高校生法律講座というですね えまあ企画でもって司法書士会から現役の司法書士を高校生のね元へあの派遣して法律の講義をするというようなああ試みを全国の司法書士会が実施しております。でその中で私も今まで何十校もの高校で実際にこの同じタイトル一時間でわかる不動産登記法同じタイトルでもって現役の高校生にお話をしたことがあります。そして現役の高校生の方、えー、決してあのわからないとね。 いうお声はいただいておりませんのでまあ、内容はぐっと皆さんの身近にそして、えー、身近で、えー、身近にとかレベルとしては基礎的なものに下げつつもでも司法書士法の面白みをですね、えー、分かっていただけるような内容にしていこうと思っているところですそれでは早速皆さんにお話をしていきましょう実際にこのレジュメのですね、1ページ目をご覧になってみてくださいレジュメの1ページ目、えー、こちらをどうぞご覧になっていただきまして さて事例というのがですすね載っていいるかとと思います事例というふうに書かれているかと思うんですけれども司法書士司法太郎が河野一郎及び乙野二郎から次のページのような登記がなされている不動産について後期の事実関係によって生じる物件変動についての登記申請を委任されましたという事例になっております。ささあ司法書士がが次ののページのようなな登記がなされている不動産 さあまず不動産というのは土地と建物のことを指すとお考えくださいそして登記というのはですね次のページ二ページ目のところに載っているんですけれども七月二十日現在の登記事項証明書というですね記載が載っております実はすべての日本における土地と建物には今上にあるような登記というものが存在いたします 一不動産一登記主義と呼ばれるんですけれどもすべての不動産には一つの登記が存在するで、その登記というのは表題部と呼ばれる部分と、えー、権利部という呼ばれる部分に分かれております表題部というのはですね、えー、今上に書いてあるのは、えー、土地の登記記録なんですけれども、えー、表題部というのは土地の物理的現況を表す部分だとお考えください、えー、具体的には所在地盤地目地積 この四つでもって一つの土地なら土地を特定していきます物、えー、あの土地の物理的現況を表す部分それが表題部と呼ばれる部分なんですねそしてその下に、えー、権利部と呼ばれる部分が出てまいりますこれはあ土地の権利関係について記載する部分でこの権利は権利でも、えー、所有権についての情報を記載する部分が権利部広区 今上に出ておりますよね、えー、この部分ですよね、えー、権利部広区そして、えー、下に出ているのがあ権利部をつくこれは所有権以外の権利に関する情報を記載する部分ということなんですで、えー、この権利部広区並びに権利部をつくという部分にこの不動産の権利関係の情報が出てくるわけなんですが 権利部の一番末尾に所有者として名前が載っている人こそが現在のこの不動産の所有権登記名義人ということになっていきます、えー、今回は河野一郎さんの所有所有者の名前ということになりますから河野一郎さんがこの不動産の所有者であるということがわかるんですねそして下の大津区のところには抵当権などの情報が記載されていくんですが今回はこの抵当権下線が引かれております このように架線が引かれたものは抹消時項であるということを意味していくんです。ね。 さあそれではこの登記記録を大きく分けて、えー、物理的現況を表す「表題部」と呼ばれる部分とそして権利関係についての記載をする「権利部」その権利の中でも所有権に関する情報を記載する「権利部」「公区」と「所有権以外の情報について記載する」「権利部」「をツ区」の部分に分かれるということを理解していただいてそれではこの登記なんですけれども一体どこに存在をするのかということをお話ししていきます。 これはですね全国の不動産には管轄法務局というものがありましてその管轄法務局にその不動産の登記記録が存在するということになります。ですから例えば霞が関で、えー、一括管理をしているわけではありませんでその管轄法務局にこの登記のデータが存在するということになるんですそしてその登記のデータは、えー、実は手数料を払えば写しを取得することができます。 でその冬季の写しのことを冬季事項証明書と呼んでいくんですね冬季簿当本というふうに昔は呼んでおりましたが現在では冬季事項証明書というふうに呼んでいきます冬季事項証明書には実は冬季のデータの写しであるんですが一番下にございますようにこれは冬季記録に えー、これはあ登記記録に、えー、記載されている事項の全部を証明した書面であるという文言が書かれておりますで7月20日ここでは埼玉地方法務局アゲ出張所これが管轄法務局なんですで登記官法務太郎さん並びにその印鑑が押されています これはですね認証文並びに認証員というふうに呼びまして、えー、登記記録の写しに相違ないということを登記官ととといいうう公務員ののの方が証明してくれた文言並びににその印鑑というここなりますこの、えー、登記簿に記録されている事項の全部の証明で間違いないよというふうに登記官が認証してくれたものそれが登記事項証明書と呼ばれるものなんですね。 登記事項証明書は誰でも手数料を払えば取得することが可能だということになります。さあそれでは、えー、このようなあ登記のなされているですね、えー、不動産について、えー、司法書士の司法太郎先生が後期の事実関係によって生じる物件変動についての登記申請を、えー、依頼されましたということですのでではその事実関係見ていきましょう。 河野一郎は平成何年7月10日にその所有する不動産これ埼玉県上尾市大麻西門前753番1の土地を大津の次郎に売り渡す契約を締結したで代金5,000万円は7月20日に支払われることになっており代金支払いによって河野一郎から大津の次郎に当該不動産の所有権が移転する旨の約定がなされていると。 で上に書いてある通り、えー、河野一郎さんですね、えー、こちらに言います河野一郎さんね、えー、この河野一郎さんが7月10日に、えー、こちらの小津の二郎さんに、えー、この不動産を売却したと。 で、えー、通常は売買契約が締結されますとその瞬間に所有権え自分のものだというね権利である所有権は買い主の大津野次郎さんに移転するんですけれども今回のように代金をすべて支払ったときに所有権が大津野さんに移転するという約定をすることはもちろん認められていますで今回はその代金を7月20日に支払うという約定になっているということなんですそれでは、えー、このお売買契約が成立しますと。 このあと河野一郎さんと小津野二郎さんは司法書士の先生にこの7月20日に滞りなく代金が支払われて所有権が小津野さんに移転することを想定して当期の所有者の名義を河野さんから小津野さんに移転するために必要な一切の手続きについて司法書士に依頼をしてくるという流れになっていくわけです。そそしてののの依頼を受けたのが司司法法書士の司法太郎先生。 河野一郎及び大津野次郎からね、えー、この所有権が大津野さんに移転したということについて、えー、名義をを野ささんにに変えるにあたたっての必要な登記申請を依頼されましたではこの司法太郎先生一体全体どういう処理をしてそして最終的に大津野次郎名義を達成していくんでしょうかというのが今日皆さんにお伝えしたいテーマということになるんです。 さてそれでは登記記録というのは実は登記官と呼ばれる公務員の方がこれを動かす権限を持っていますつまり登記の名義を変えるのは登記官と呼ばれる公務員の権限なんですね。えー、そして登記官は、えー、この所有権が河野さんから大津野さんに移転した、えー、所有者が大津野さんになったという動きを自ら察知して登記の名義を河野さんから大津野さんに変えるという手続きを取ってはくれません。必ずえー 登記の名義を大園さんに変えてくださいという登記申請があって、登記の名義というのは変わっていくんです。その登記申請の代理人として、我々司法書士が依頼人、河野さんと大園さんから依頼を受けて、え登記官に対してえ登記申請を代理人として行っていく。これが実は司法書士の役割なんですね。 で今日本においては不動産の売買によって所有者が変わると、えー、その売買の代金の支払いには必ず司法書士が立ち会うという慣習になっております、えー、その代金支払いに必ず司法書士が立ち会いそして登記、えー、申請のお,おつの絵の名義を変える登記申請に必要な書類と司法書士が、えー、これを取得しそして司法書士が責任を持って登記申請の代理人としてですね登記申請を行っていく こういった段取りになっているんです現在では司法書士が代金の決済に立ち会うこれはもう日本のま召、あ、喚集としてご理解くださいでは司法書士がどういうふうに立ち回りまたはそもそもその代金の支払いまでの間どういう準備をしそして当日はどういうふうな手続きを行っていくのかそして登記申請にはどういった配慮が必要になるのかこういったことを皆さんにお伝えをしていきましょう これはあの皆様がもしこの後司法書士試験に合格されて司法書士になった暁には日々司法書士としてやっていくまさに実務での司法書士の立ち回り方それを皆さんにお伝えすることでもありますその内容をこれからご紹介していきましょうまずですねこの7月10日に依頼を受けた司法書士最終ゴールは実は当期間に 当期の所有者の名義をオの二郎名義に変えてもらうことということになります。皆さん、11ページをですね、ちょっとご覧になっていただきたいんです。で、11ページのところにですね、こういったページが出てまいりますよね。ちょっと11ページの内容を上に移していきますと、まあ、いいか。下は紙取りましょうね。 11ページの内容を上に移していきますと今ちょうどこの私の頭の上に「えー、所有権移転」「平成、えー、何年7月20日売買」「そして「オツノの次郎」という所有者の名義が、えー、実現できていますよね。このように「権利部公区」と呼ばれる部分に「えー、オツノの次郎さんが所有者になった」という登記を登記官の方に実行してもらってい、えー、くこれがあ私たち司法書士が目指すゴールなんです。 登記記録今までは所有者としてえ河野一郎さんが記載されていたものをオツノ二郎名義にしていくこれがあ我々司法書士が、えー、目指すゴールとなりますではこのお登記名義をオツノ二郎さんに変えてもらうための司法書士としてやるべきことそれを一からまずはお話をしていきましょうさあまず司法書士がやること、えー、それはですね一つ目司法書士のお費用で えー、まずその不動産の登記記録を取得するということをしていくことになります。で、仕書士は事務所にいながらにして、えー、登記事項証明書を取得することができますので、または登記事項証明書を取得せずとも現在の登記記録を事務所にいながら確認することもできます。で、この依頼人である河野さん、大津野さんが持ってきた登記事項証明書を信用しないんですね。 えー、もしかしたら、えー、依頼人が持ってきたものは古いもので、えー、最新の登記記録は、えー、所有者が変わってるかもしれないまたは、えー、権利部を t くと呼ばれる所有権に関する情報を記載する部分に新しい情報が登記されているかもしれませんですから依頼人が持ってきた登記事項証明書をそのまま鵜呑みにするのではなく自らの費用で登記事項証明書を取得するか現在の登記記録を事務所にいながら確認をしていきます。 そして特に気をつけなければいけないのはこの所有者が本当に河野一郎さんになっているかということを再度確認をするんですね。で実は我々不動産の売買代金決済の場に立ち会うにあたり一番怖いことというのは売り主のすすましなんです皆さんあのニュースで平成30年の頭ニュースでですね非常に世間を騒がせた地面師の問題記憶に覚えていらっしゃる方もいらっしゃると思います。 あれは売り主のお人間になりすましまして,そして売買契約を締結し、えー、この不動産をお他人に売却するそしてその飼い主さんから代金をもらってとんずらしちゃうというねまさにその時、えー、本物のお売り主さんは、えー、別におりまして本物の売り主さんは売った事実などないわけなんです。 まさにその売り主になりすました地面師が勝手にこの他人の不動産を売却し飼い主から代金をもらって逃げてしまうで本物の所有者がそれに気が付きましてで私は売った覚えないというようなことを飼い主さんに主張してですね こういった場合には本物の売り主さんが売っていない以上飼い主さんは代金を払ってしまったとしても土地の所有権を取得すす。ることは基本的にでできないんですそうしますと、まあ、犯人が捕まって地面師が捕まって代金が戻ってくればいいですけれども代金が戻ってこなければ飼い主さんは代金は失うわ土地はもらえないわでもう踏んだり蹴ったりの泣き寝入りということになってしまうんですね。 ですからこの河野一郎さんというのが本当にこの土地の所有者であるのかそして司法書士のところに依頼してきた人物が本物の河野一郎なのかこれを我々は非常に神経質に調べていくということになりますそのためのまず第一歩が二十日までの間に司法書士の費用でもって登記記録を確認するということにあるんですさあそうしまして問題なく河野一郎であるということであるならばまずは一安心です で続いてやることなんですけれども続いてやることその2としましては、えー、登記申請書と呼ばれるものを司法書士の方でで作っていくということにあるんですねこの登記申請書というのは20日、代金を支払うその日までの間に通常、作成をしてしまうことになります。 所有権の移転登記申請書実際に法務局に提出する申請書あらかじめ途中まで作っておく途中までというか、まあ、全部作っておくんですね。で,司法書士の方でこれはは作成をしていききますすサイズは縦置きですねで読んでいきますと登記の目的所有権移転原因7月20日売買これはあの7月20日でも前に作るんですよ。代金をもらう前に作っていくことになります。 そして権利者というのは買い主さん、売り主と、えー、義務者というのが売り主さんということになります。そして一緒に添付していく添付書類、登、え、記、ー、原因証明情報、登記識別情報、住所証明情報、印鑑証明書、代理権限証書、これはこの後お話をしていきます。そしてちょっと2つ飛びまして、えー、平成何年7月20日申請、埼玉地方法務局、あげお出張所オ中、この登記申請というのはその不動産を管轄する法務局に提出していきます。 ですから今回は埼玉地方法務局アゲ出張所が管轄法務局でしたのでこちらに提出するということになるんですそして代理人というのは我々司法書士のこと事務所並びに司法書士並びに司法太郎の資格氏名印鑑が押されていますそして課税価格というのは今回の不動産の売買代金ではなく固定資産税評価額これを記載していくことになるんですね そして、えー、登録免許税。これは、不動産の登記名義を乙野さんに変えるにあたって、かかってくる税金ということになります。税金は、今回、三千万円という課税価格かける、千分の二十で六十万という税金が必要になります。そして、最後に、今回の申請の対象不動産、えー。上尾市大和西門前。えー、地番、七百五十三番の一、えー。地積三百平方メートル、えー。地目は宅地ですね。 というふうに該当する不動産を表示しましてこの登記申請書というのをですね司法書士の方で20日の前にあらかじめ作ってしまっておきますそしてですね、えー、次に司法書士の方で、えー、行うこと登記事項証明書を自分で取得してこの登記申請書を作ってそして3つ目ですね3つ目は依頼人に電話をします 売り主さんと飼い主さんにお電話をさせていただいてそれぞれ20日の当日に持ってきていただくもの並びに事務連絡をさせていただくんですねまず売り主さんにはこうお話をします当日ねまでの間に当日までの間に、まで,にできるだけ早く売り主さん登記識別情報というパスワードを我々司法書士に教えてくださいというふうにまずはご連絡します登記識別情報については後でお話をしましょう 当期識別情報という十二桁のパスワードをどうぞ教えてくださいというふうにまずは売り主さんにお願いをします。そして続いて売り主さんにお願いすること二つ目、二十日の当日までに印鑑証明書を取得してきてください。実印についての印鑑証明書を市役所、区役所の窓口で取得してきてください。そして二十日の当日、その登録済みの実印を必ずお持ちくださいというふうにお願いをします。 そしてなおかつ20日の代金を受け取るその当日写真付きの身分証明書もご持参くださいとお願いをするんです売り主にお願いすることは都合4つですまず1つ目なるべく早く登記識別情報というパスワードを私に教えてください2つ目、えー、印鑑登録証明書をあらかじめ取得し20日当日にお持ちくださいそしてその印鑑登録証明書で証明されている実印を20日の当日にお持ちください そして20日の当日にもう一つ、写真付き運転免許証などの公的身分証明書をお持ちください。この4つを売主さんにお願いするんです。では次、飼い主さんにはなんとお願いをするか。飼い主さんには預かり金をお頂戴いただけますでしょうかというお願いをいたします。預かり金というのは、えー 使用車種の方でですね、まあ費用を持ち出していってもいいんですけれども、この60万円の登録免許税というのは実は収入印紙で納付していくんですね。その収入印紙を当日までに使用車種の方で用意しておきたいんです。その60万円を使用車種が持ち出しで持ち出して後から報酬と一緒に清算をするという先生もいますが、まあ踏み倒されてしまってもね、我々としてもやはりあの。 ボランティアでやってるわけではありませんから踏み出されてしまっては困るで一元さんのお客さんですとどういった、ね、方かもよくわからないこともありますので預かり金としてこの60万プラス報酬の、えー、概算を上乗せしたものをあらかじめ使用書士の方に振り込んでもらうないしはご持参いただくようにお願いをしております。 で大体今回でしたら大体100万ぐらい、えーまあ、ちょっと多いかな100万、まあ、まあ多めに少しあとで、えー、多くもらいすぎた分はもちろん精算させていただきますから、まあ、例えばじゃあ100万お預かり金をいただきたいで、えー、その場合には司法書士の、えー、振込口座をお伝えしてこちらに何月何日までに具体的にはもう20日の前までにお振込いただきたいということをお願いします。そして、えー、代金をお支払うその20日の当日、えー、印鑑をご持参ください。 印印鑑は決ししてて実印でなくても構いまませんと申し上げます先ほど売り主さんには実印とお願いしたのと違いますよ印鑑を持ってきてくださいそして写真付き身文証名書もどうぞ当日ご持参くださいということをお願いするんですね。ですから売り主さんに言うこととは若干違いますよねこういったことを電話でお伝えします。さあそうしましたら、えー、早速飼い主さんの方から預かり金の振り込みがあったとしましょう。 続いて使用趣旨としてはその預かり金から収入印紙を購入しますそして収入印紙を購入し続いて白紙のコピー用紙などにこの収入印紙を貼り付けておくんです今回60万ですから10万かける6枚ということにしましてこの A4 のコピー用紙など適宜の紙に収入印紙徴用台紙としてですねここに収入印紙6枚を貼り付けておくんです 消し印などはしてはいけません。きれいなまま貼り付けてあらかじめ準備しておくんですね。さあ、そうしまして司法書士がやること、その5、えー、続いて登記原因証明情報というのを作成していきます。これは司法書士の方で途中まで作っておきます。登記原因というのは、先ほど申請書にありました、えー、この物件検討という、 今回は所有権移転物件変動というのは所有権などの権利が移転するということが代表例だと思っていただくといいんですがこの原因平成何年7月20日売買というねこれが物件変動の原因というんですが所有権が移転した日付並びにその理由にあたる部分ですすすそそれを証明するそれををを証証明明るる簡潔に証明する書面を作成しておくんです。 で具体的に中身を見ていきますと当事者及び不動産として当事者は権利者、権利者飼い主さんのことですね、小野,野一郎、そして、えー、今回の不動産、そして登記原因となる事実または法律行為、ここ見ていただくと、えー、河野一郎は小野二郎に対し7月10日、本件不動産を売った、括弧1の売買契約の際、本件不動産の所有権移転時期を代金・関西時とする旨を訳した。3 大津次郎は河野一郎に対し7月20日本件売買代金全額を支払ったまだ支払ってませんよ支払ってませんけど20日に支払うことを想定してこういった文章を書いておくんですそして括弧4したがって本件不動産の所有権は同日河野一郎から大津次郎に移転したで7月20日埼玉地方法務局が上げお出張所オ中。で上記の登記原因の問い相違ありませんでその後ですね その後のこの部分ですね、売り主さんと飼い主さんの部分は、実はちょっとここもうすでに入っちゃってますけれども、ここは実は空白にしておきます、20日の当日にご本人たちに署名、捺印をしてもらうということで、この部分ね、ちょっと今、私の顔の後ろに私の手が映ってて、ちょっと気持ち悪いんですけど、この売り主、飼い主さん、この部分並びに、この印鑑の部分は空白にしておくということなんです、そして一番下の部分にですね、司法書士法第3条、第3項、1号、2号、ん。 第3条第1項2号により不動産登記法所定の登記現証明情報である本書を作成しちょっと変なところで開業されてますが作成し司法書士法施行規則第28条の規定により以下に記名を押印するそして作成者である司法書士の事務所並びに司法書士である旨並びに氏名登録番号そしてここにある印鑑が司法書士としての職員と呼ばれる印鑑ですこれを作成して半分完成させておくということをしておくんですね。 さあ、これがあ司法書士がやるべき4つ目のこととつ目5つ目のことと1つ目は登記事項証明書を取得して2つ目は登記申請書を作成して3つ目は、えー、本人、えー、売り主飼い主さんに連絡してそれぞれやってほしいことを伝えて4つ目は収入印紙を、えー、買って、えー、台紙に貼り付けて5つ目がこの登記原因証明情報を作成するということです。 では続いて6つ目やるべきことそれは次の6ページ住民票を取得すするんで,すで誰のものかというと飼い主ののの郎さんのものとなりますで我々司法書士というのは実は日本全国誰の住民票であったとしても職務上請求といってこれを取得することが認められています。 もちろん職務に必要な限度ですから、えー、興味本位で他人の住民票を取得することは許されませんよでも登記申請に必要であるという、えー、正当な理由があれば日本全国どなたの住民票や戸籍謄本でも取得可能ですですから大津野次郎さんの住民票を司法書士の方で取得しておきます。これれははななぜ次次郎郎ささんんののののもだけなのかか実はですね大津の郎さんの申請書に書にた住所 次郎さんの申請書に書かれた住所というのは、えー、これ、申請書に書かれた住所につきましては、えー、先ほどのこの不動産登記申請書飼い主さんの小津野次郎さんの住所東京都新宿区新宿1丁目1番1号という住所でしたけれどもこの住所というのはですね、えー 申請書に書かれた住所がそのまま登記記録に所有者の住所として登記されていくことになりますですがこの申請書に書かれた大津野さんの住所がもしデタラメであった場合登記記録の所有者として記載されている大津野さんの住所もデタラメになってしまいますで、デタラメの住所が登記されると何がいけないかというと 実は、えー、所有者になりますと固定資産税などの税金を払っていく必要があるんですけれどもその固定資産税につきましては、えー、登記記録上の所有者の住所を1つのお便りに固定資産税納付通知書というのを発送し,して、えー、お知らせすするんですところがこの住所がでたらめですと固定資産税納付通知書がきちんと所有者のもとに届かないということになってしまう。 で固定資産税が納付されなかった場合に実は納付通知書がちゃんと納税義務者に通知されていないとたとえ、固定資産税が払われなかったとしてもその納税義務者の財産に、えー、差し押さえなどをすることができないとされているんです。ですから納税通知書についてはきちっと納税義務者に届くことが必要となる。でそののの納税通知書の宛先の 頼りの一つになるのがこの登記記録上の住所であるということとの関係上、えー、税金の公平な徴収実務から、えー、必ずう本当の住所本当の現住所が、えー、登記記録上所有者として記載されることが望ましいということになるんですそこでこの大野さんの書いてある、ね、新宿新宿1丁目1番1号の住所これを住民票でもって裏を取るそれがこの住民票を添付する理由だと思ってください。 これを司法書士の方であらかじめ取得しておきますさあ続きまして七ページ今度は印鑑登録証明書、えーえー、あ印鑑登録証明書はいいやこの印鑑登録証明書はあの当日河野さんから持ってきていただくものだから、えー、印鑑登録証明書は当日河野さんが取得していくものということになりますで、えー、次に七つ目司法書士がやるべきこととしましては七つ目 委任状を途中まで作るということを行っていきます、えー、これは司法書士への登記申請の委任をするという意味の委任状です私はあ東京都豊島区池袋1丁目2番1号司法書士司法太郎を代理人と定め以下の登記を所轄法務局に申請する一切の権限を委任します 登記の目的所有権移転原因は7月20日売買権利者飼い主、大津野次郎義務者売主、河野一郎で不動産の表示があ今回の対象不動産で右代理人上に夏印しますで7月20日でこの後のこの権利者義務者の、えー、住所、氏名押印のところはもちろんこれ空白にしておきます。 当日二十日に、えー、これをですねあの本人たちに書いてもらうということで途中まで作っておくというのはそのためです。これをお使用書士が七つ目にやるべきこととしてあらかじめ途中まで作っておくわけなんですね。さあ続きまして今度は九ページ使用書士が八つ目にやる作業。それが <coughs> 義務者のお、えー、河野一郎さん売り主の河野一郎さんからあらかじめ教えてもらった登記識別情報というパスワード。 こののパスワードの裏を取るというこのパスワードなんですけれども私の頭のちょうど上に出ております 17a23cbax5g12 桁のアルファベットと数字をランダムに重ね合わせたパスワードこれ一体何だと思いますか これですね、えー、よくその上、えー、見ていきますと不動産の表示は今回の不動産ですね、そして登記、えー、の目的、所有権移転、受付番号、括弧順位番号、平成17年3月22日第、第1001号、順位番号2番、登記名義人の氏名、東京都千代田区三崎町、1丁目1番1号、河野一郎となっています。 これは一体何かというと実は2ページに戻っていただいて2ページの登記記録今回の売り主の河野一郎さんが、えー、平成17年3月22日の売買で、えー、所有権の移転を受け所有者になったちょうどこの河野一郎さんがあ登記所有権の登記名義人となった日というのが平成17年3月22日。で、えー、受付、えー、番号は こここちらにある1001号です、ね、ここですすねね年月日受付番号というのは登記書に登記申請が受け付けられた日そして受付番号というのはその年の投資番号ということになります。でこの平成17年3月22日第1001号でこの河野一郎への集計権転登記が実行されましたよということでその日付が書かれてますよねね書かれてますす、ね、上のところにですね。 でこれ何かというと実はこの河野一郎さんが平成17年3月22日その前の所有者東京商事株式会社から売買によって所有権を取得して登記名義人となったその登記が完了した後に登記官が河野一郎さんに12桁のパスワードを発行していくんです河野一郎さんが所有権の登記名義人となった後この河野一郎名義の登記が実現した後登記官がこの登記を実行するんですが。 その当期間の登記完了後に12桁のパスワードを河野一郎さんに発行するんですねそして河野一郎さん、えー、パスワードを誰ににににも見られなないいように大事に保管をしていくことになります。そしてそのパスワードを司法書士が先ほど河野一郎さんに電話したときに、えー、そのパスワードを前もって司法書士に教えてくれということを言ってましたねでそれを20日までの間に司法書士は教えてもらうわけです。 教えてもらいましたら実は司法書士の方でこのパスワードを作った登機関に対して、えー、平成17年3月22日、えー、河野一郎が党規名義人となったその後に河野一郎に発行したパスワードって、えー、このパスワードで間違いないですかということを当機関に裏を取るんですね司法書士が20日までのあ間にやります。 でこの不動産について平成十七年三月二十二日第一千一号で登記完了後に河野一郎に発行したパスワードは一七四エ二三シビエックスゴーで間違いありませんかというようなことを、えー、尋ねていくわけです。そうしますと登記官が間違いないねとか間違いですとかそういったような回答をしてくれます。でもし間違いないというですね回答があったのであればそれは何を意味すると思いますか。これは、えー、河野一郎その人であれば。 つまり本人であれば絶対に持っているはずの登記識別情報というパスワードを河野一郎は持っていたということになるんです。となりますと先ほど私が言いました、えー、不動産の代金決済で一番怖いのは売り主と名乗るその人が売り主本人ではないという成りすましいわゆる自面師であるということなんです。 ところが、えー、河野一郎に17年3月22日、えー、河野一郎が所有権登記名義人になったその時に登記官から渡されたパスワードを河野一郎がこのたび売り主となってお金を受け取る身となって、えー、申請をする時にそのパスワードが正しいパスワードを知っていたということになりますと。 それは本人しか持ち得ないパスワードがこう、えー、こうやって、えー、当機官に間違いないと言ってもらえたということはそのパスワードを持っているということで本人である可能性が高いというですね随人、えー、が働くということなんですもちろんこれで万全ではないですよこのパスワードを本物の河野一郎さんが誰かに盗み見られた可能性もありますまたは、えー、このパスワード自体を、えー、盗まれた可能性もあります そしてこのパスワードをですね盗み見られたりこうやってパスワードそのものを盗ま,れて盗まれたりしてしまうとこのパスワードを正しいパスワードをですね知っているということだけで河野一郎本人と100%を言い切ることはもちろん危険なんです。なんですが 通常このパスワードというのは自分がこうやって今回のように売り主となるような場合になるまでは誰にも見せないように大事に保管してくださいと言って通常17年からこの一郎は誰にも見せないように保管をしていた可能性が高いのでそれを知っているということは本人である可能性が非常に高まるということになるわけなんです。これがいわゆる 売り主なりすましのまず一重チェックとして機能をしていきますさあではそれではこういった当期間にあらまあらかじめ裏を取りました当期識別予報我々司法書士の方で紙に書きましてこういった封筒の中に入れて封をしておきますこれが司法書士としてやるべき七つ目でしたっけ七つ目のことだと思ってくださいさあそうしましたらいよいよ、えー、当日二十日を迎えていきます さあでは20日までの間にやるべききことをもうう。度おさらいししていきましょうまょず1つ目、えー、自らの費用で登記事項証明書を取得する2つ目、えー、登記申請書を作成する3つ目これは売り主・飼い主に連絡して、えー、あらかじめ用意してもらったりまたは当日持ってきてもらうものを確認し飼い主さんには預かり金のお願いをするそして、えー、4つ目、えー、預かり金でもって収入印紙・購入の 行いそして5つ目は登記原因証明情報を途中まで作成するそして6つ目が飼い主さんの住所証明情報をあらかじめ司法書士あ住,住民票の写しをあらかじめ司法書士の方で準備する。 そして、七つ目、今映っております。登記識別情報、売り主から聞いた十二桁のパスワードを登記官に裏を取る。そして、それを問題なければ封を入れ、封筒の,の中に入れて封をしておく。ここまで、七つの事前準備が必要となります。さあ、それでは、いよいよ二十日を迎えます。二十日、場所は、銀行の会議室などをお借りして、代金決済が行われていくことになるんです。 さあその銀行、一体どこの銀行かと言いますとこれは通常、日本において不動産の売買というのは、えー、現金でやり取りされるということは稀です特にあの一般の方がマイホームを手に入れるという場合には住宅ローンを組んで銀行からお金を借りて借りたお金で代金を払うというのが一般的なんですね。でこののの代金決済が行行われるのはままささに買い主おつのさんの、えー、取引銀行つまり お金を借りる住宅ローンとしてお金を借りる銀行の会議室などで行われるのが一般的ですさあ登場人物は売り主さん買い主さんそして我々司法書士、えー、そして銀行の融資担当者この4名が一同に会しますで場の中心となるのは司法書士です司法書士があまずはですね、えー、その中心を占めていくことになります それでは私も毎日のようにやっていますが、えー、不動産の代金、決済どういう段取りでやるのかを皆さんにお話をしていきましょう。まずはですね、えー、当日 会議室にですね全員が揃いましたらまずはあじめましての可能性が高い電話なんかでやり取りしていても売り主さん飼い主さんと使用書士とは初めましての面識がない可能性もありますからまずは名刺交換です、えー、私たちからももちろん名称を差し上げますし、まあ、お名刺がある方であれば売り主さん飼い主さんからも名刺をいただきますそしてその時にですね我々使用書士はもう全神経を売り主の方に向けております。 と言いますのも先ほどから言ってる通り売り主が成りすましであるということが非常に怖いもんですから、えー、飼い主さんとの挨拶は早々に売り主さんとの挨拶一一挙手一投足を見逃しません特にその売り主さんとの挨拶の時には、えー、あ,のあらかじめご持参いただいた写真付き身分証明書を拝見、えー、できないでしょうかといって、えー、写真付き身分証明書を、えー、見せていただくようにします。もちろん角を立たないように一応 飼い主さんの方にも持ってきてもらう,ように言ってますから、ま飼、あ、い主さんのものも確認するんですけど、飼い主さんの方ね、う本当にもう、えー、そこそこあのー、見るのもね、もう早々に切り上げまして、実はもう売り主さんの運転免許証などを見ることに全身気を集約するんです。で、その時に私は運転免許証を見た時に必ずチェックするポイントがあります。まず運転免許証ってこうなんだかよくわからない数字が並んでますよね。なんかあの下の方になんか六桁7桁とか、右の方にもいろいろな番号がある。あれ全部実は理由があるんですね。意味があるんです。 何とか何とかって並んでたり下のとこにある数字あれには全部発行地の都道府県そして、えー、いわゆる運転免許証の更新回数また再発行の回数なくし当たりなくした時に再発行をしているかどうかなどの、えー、情報が実は数字でもって表されてるちょっと全部詳細は言いませんけれども我々視聴者だったらみんな知ってますでそれれを可能なでで頭に入れるんです。 で特に私がいつも頭に入れるようにしてるのは発行地出身地ですね。まあ、本籍地だ本籍地本籍地について、まあ、発行地は本籍地、えー、であることが多いですから、その発行地である本籍地の表、えー、数字の部分をまずは頭に入れます。あこの人長野で発行してもらっているとか、えー、長野は本籍地だとか東京は本籍地だとかねそれからあと。 再発行の回数があったらこの人なくして再発行してもらってるんだなどと私はちょっとその2箇所ぐらいを必ず目にするようにしているんですけどそれを覚えておくそれからあとはもちろん年齢ですよね年齢と写真との称号本人の年齢昭和何年生まれっていうのとその目の前の人物の年齢があまりにかけ離れていないかどうかそしてその写真とご本人の称号も瞬時に済ませます。で特に 年齢のところからは可能な限り、えー、えとも思い浮かべておきます。 で,あのですからある程度は頭に入ってないといけないいいとけんです、ね、でもまあこれは難しいことではなくて自分のこう親戚だとか、えー、両親ですとか弟お妹兄弟などのねえと、ー、は必然的に頭に入ってるでしょうからそれをフル動員すれば大体えとというのはこうあの挨拶をしている間にちょっと <laughs> 実はえっ、ー、と待ってえっとこの人は何年生まれだからえっ、ーと,えー、と猿だとかね鳥だとかいうようなことを思い浮かべてそして一通り本籍地 それから再発行回数があるんだったら再発行回数そして年齢えとぐらいまでは頭に入れた上で自己紹介はおしまいですそうしましたらまず着席をしてまずやってもらうことそれは目の前にいる飼い主さん、売り主さんに先ほど途中まで作成しておいたこの委任状ですね委任状のこの部分任代理委任状に押印します。この売り主飼い主の売主主い部分に 署名捺印をしてもらうんです。どうぞ署名捺印をお願いしますと言って目の前で買い主さんのおつ野さん、売り主さんの河野さんに署名捺印をさせます。その間じーっと我々はあその後を観察します。と言いましても買い主さんの署名捺印はほぼあまり、えー、まあ言えばどうでもいいんですけど売り主さんの方ですよ。売り主さんの署名捺印をもう全神経かけてそれはなりすましているのであれば。

そして目の前で実印を押させますでこの時に飼い主さんにはあらかじめな何,何の印鑑でもいいと言ってましたので飼い主さんはあ自分の認め印でも構いませんところが売主さんには必ず持参していただいた実印を押させますその実印を押すところまでをじーっと見ますそうしましたら続いて売主さんにと買い主さんに、えー、ありがとうございましたで委任状を受け取りますでそして売主さんに用意していただいた印鑑登録証明書をお出しいただけますかというふうにお願いするんですね 印鑑登録証明書を受け取ります。そうして受け取りました印鑑登録証明書いいですかここの実印今目の前で委任状に押された印鑑のであるはずですそれを持ってこいと言ってますからでその印鑑の陰影とそれから、えー、委任状の印鑑の陰影が一致するかというのを我々は確認するんです。 これですね、この委任状の印鑑の陰影と印鑑登録書もちょっとサイズが違いますけどこれ、まあ、ちょっとそれサイズが違うのはちょっとご愛嬌ということで、えー、このサイズがですねちょっと今回はあ割りあれなんですけどで、この印鑑登録証明書の委任状印鑑と委任状に押された河野一郎の印鑑を実はねこれどういうふうにやるかというと光に透かせて一致させるかどうかを見る先生もいますけれども最近ではですね、あのー スマホのライト使用写真がこうスマホのライトを下から当てましてこれ2枚重ね合わせていくて、ね、2枚重ね合わせていくことによってでこれ、えーまあこうね、光でスマホを下からこうライトを当てると、えー、一致しているかどうかを確認できると、まあ、非常にあの原始的なやり方なんですけれどもそういった形で、えー、寸分、えー、狂いのない、えー、陰影に一致があるかということを確認するんです。 でただしその確認してる作業っていうのはちょっと売り主買い主にじっと見られるのもあれですからその確認してる間に売り主さん買い主さんには次にやってもらうことをお願いしますでそれが先ほどお話をして途中まで作っておいた登記、えー、原因証明情報ですねで登記原因証明情報 こちらも途中までしか作っていない、つまりこの署名捺印の部分は空白になっていましたので、この部分に続いて署名捺印をしていただく。でその間に私はこう印鑑証明書と委任状の印鑑をおね光にか,か,かざして確認をするということなんです。で、それがこの印鑑一致しましたら何を意味すると思いますか。日本は印鑑文化です。印鑑、それも登録済みの実印というのは、えー、決して人にか… 軽々しく渡してはいけないというのは皆さん知ってるはずです。で、その登録済みの印鑑、あちなみに印鑑登録というのはあれですよ。写真付き身分証明書を持って登録したい印鑑を持って市役所や役所の窓口に行ってで、本人確認の上で印鑑登録があできます。これ15歳以上であれば誰でもできます。 でその印鑑登録の時にはですから必ず本人確認がされてその河野一郎その人だってことを確認されて印鑑登録が受け付けられるそうすると印鑑登録された印鑑の陰影は印鑑ファイルというですねファイルデータにスキャナーで読み込まれて実寸代で,で登録されますそして必要に応じて先ほどの印鑑証明書を発行してもらえるとでここには登録済み印鑑が実寸で表示されていくんですが でこの登録済み実員と同じ印鑑が今、目の前で委任状に押されたということそして日本において実員は必ず本人しか持ちえないという慣習、ねえー、が確立していることそこの点からその登録済み実員と同じ印鑑が今、目の前で河野一郎と名乗るその人の手によって委任状に押されたということであれば。 実印は本人しか持ち得ないものなんだからここにいるのが河野一郎本人であるということの確認になるということなんですさあこれが河野一郎が成りすましでない二重チェックになります一重チェックはさっきの登記識別情報ね本人しか持ち得ないパスワードを持ってることもう一つが、えー、今見た本人しか持ち得ない実印が目の前で委任状に押されたことが確認取れたことこれで、えー、売り主の成りすましを二重にチェックしていくということになるんです さあそうしまして、えー、こうやって確認をしている間に登記現明情報へのサインが終わるでしょうそうしましたらあとは司法書士の、えーねえー、もうこれは勘です勘これで OK を出していいかそれともまだ確認が必要かもう司法書士のこれ第6勘としか言えませんね。私のお知り合いの、えー、ベテランの司法書士がすべての書類は OK を示しているだけれども司法書士としての自分の第6勘がやめろとブレーキをかける。 なんともそういういね全ての書類は OK を示してるんだけども自分のどこかがね自分の司法書士としての勘の第六感のどこかが「やめろ踏みとどまれ」というふうにね自分をこう何だろう、えー、あの警告を発してるとでそれに自分はそこを無視して突き進もうかとも思ったけれどもこれは何かあるぞと思ってねあの <laughs> えー、もう一度いろいろな面を確認をしたら印鑑登録証明書の手触りがおかしいということに気がついた印鑑証明登録証明書の手触り、ね、もうこれは本当ベテランじゃないか分かりませんよね私もちょっとそこまであの司法書士の立ち会い業務まだこなしているわけではありませんから手触りと言われてもすごいですねっていうふうにその時にその話聞いた時感心してしまったんですけども。 手触りがおかしい、ね。そこで、えー、あのちょっとトイレに行く隙を見て、ね、あの席を外したとそして市役所区役所に電話をして、えー、秘密の透かしの存在を教えてもらったと。<laughs> で要するに透かしとして何かねあのこう偽造偽造対策として区別できるような透かしがないかって、ね、でそ,れそれを教えてもらってでその透かしを確認したらなかったと。 でこれは危ないということで,、えー、でちょっとそのほかにも実はいろいろあったという話はあのー、ことだったんですけれども代、えー、金の支払い決済をそこでストップさせて警察に連絡してで、えー、警察の同席のもと、えー、ちょっと確認をしようというような形で警察にご臨場をたまったところ案の定自明死だったと。 でこれはもう未然に売買代金の支払いをストップできてだからです、ね、地面師にお金が渡る寸前ですよ寸前に司法書士の第6巻がそれを止めたって、ね、いやーその話聞いた時私もあのそういう第6巻がねあの働くようになるまで、えー、決済をねあの経験値積みたいなと非常に、えー、思ったんですけれどもまだ私はちょっとその第6巻というのはまだまあピンとこないんですけどねでもそういうですねやっぱり司法書士として何かおかしいっていうのであればやっぱりやめるべきだというようなことは聞いたことがあります。で <laughs> いわゆるこの2点ね、印鑑登録証明書と登記識別情報で本人確認をしてそれで問題がないということであれば、えー、先へ進めていいんですけどどうもちょっとなんとかっていうのであれば私はあの1回だけそういったことあったんですけどもその時に先ほどの運転免許証の本籍地が1つの材料になってくるんですね。例えば本籍地の番号であこの人長野県だって分かったら例えばそこで「かけるんです。お生まれ新潟ですか?」ちょっと変える、ね。 東京ってなってる、ね、神奈川ですかまた年さっき猿年だって分かっただけど、えー、とあのもしかしてなんとかさんって河野さんって、えー、あのイノシシですかとかね <laughs> そのえとなんかで、えーまあ、例えばじゃあ猿になくてあのって牛年ということが分かったとしたらネズミですかとかっていうふうにねちょっとその1個前とか1個後のえとをこうもしかして、えー、私の,お、ね、あの親戚と同じえとですね、えー、ネズミですか なんててていうふうふに一個変えてえー、ちょっと噛むかけてみる、ね、そういった時に「いや私牛ですよ」とか言われればあすぐ帰ってくる「いや私新潟じだって長野ですよ」っていうふうにこうすぐ帰ってくるということであればあそこで一つの安心となりますところがそう不意をつかれたのか「えー、もしかしてあの私の両親と同じですね」あ「あの牛年ですか?」「はい牛です」なんていうふうに「ああねずですか?」「はいネズミです」なんていうふうに違うやと答える、ね。 あの新潟の生まれですかいや、えー「長野です」と言うんじゃなくて「はい新潟です」と答える怪しいですよね。 そういうい本人確認の最後の確認というのをやらざるを得なくなったことというのが私も一度だけありますが、まあ、その時は、ね、ちょっと印鑑が違かったっていうねもうあの決定的なあの、まあえー、あのことが、まあ、実は2本持ってこられていて違う印鑑をおっしゃったってだけの話だったんですけど、えー、いうことでねそういったことをかもかけざるを得なかったこと私も一度だけありますけれども、えーまあ、幸運なことに私はその。 2つの確認以上に確認しなければいけないような決裁は経験がないのでそれ以外はあの第6巻というのがいまいちちょっとピンとこないんですが、まあ、司法書士であればですね、えー、まあそれではじゃあこういった経験を経て司法書士の自分の、ね、職責上よし大丈夫だ河野一郎はその人に間違いないという確信が持てましたらこう言うんです。はい では融資実行していただいて構いいまませんお願いしますそうしますとそれまでじっと座って,見,て見守っていた今度は融資担当者の銀行マンこの銀行マンが続いてです、ね、融資を実行していくことになります。 通常融資は会議室に持ち込まれたパソコンで買い主の大つのさんの口座に銀行から例えば今回フルローンだとして代金5,000万でしたっけ5,000万円を一括して大つのさんの口座に入金するクリック一つで大つのさんの口座に入金しますそうしまして入金が完了しましたら銀行の係員の方が通帳に印字に行きますで印字をおつのさんに確認してもらってそこに5,000万入金というね通帳に印字がなされたのを確認しましたらおつのさんの方で銀行に領収 住所五千万の領収書と借用証書に、大津野さんが印鑑を押します。で、これで、借金が完了です。で、そうしましたら、今度は大津野さんの口座から。今振り込まれた五千万を、今度は河野さんの口座に入金します。これも通常、えー、マウス一つで。パソコン上で、えー、入金が完了しますね。大津野の口座から河野さんの口座に五千万入金される。そうすると、今度は河野さんの口座の通帳を、やはり印字しまして。そこに五千万入金が完了したことを確認して、今度、売り主さんは。 えー、5000万の領収書を買い主の大野さんに渡します。これで代金の支払いが完了です。で、えー、このように通常おあのー、パソコン上で入金って、えー、やられる行われるんですけど、私は一度だけあの現金決済、えー、というのを経験したことがあります。で、その場合にはね本当にあのー。お こうジェラーミンケースに入ってるんですよねよくドラマとかでやる銀行ってジェラルミンケースに入ってるってまさ,にまさにあれと同じでこう銀行のです、ね、窓口の,かあの女性が4名現金のこう数,数えるダダタダタ,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 タって数えるねあの,あの機械を持って入出してこられてでジェラルミンケース開けて日銀の帯風のついた、えー、3,000万だったんですけども3,000万のその ね、札束を帯付ついてるんだから数えなっていいと思うんですけどそれ破って、えー、ダダ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 って3,000万ひたすらこう4台の現金のキャッシャーっていうねあの数えるので数えてでその3,000万っていうのを全部こう、えー、売り主の飼い主だ飼い主さんの目の前で確認させて、ね、その3,000万をこう、えー、3 0万をまず飼い主に貸して。 でその貸した3,000万を今度売り主にそのまま右から左でお渡しする、ね、で売り主は警備員に連れてきてましてそのジェラルミンケースを受け取って、まあ、そあと同じです領収書を書いて売り主から買い主に渡すというねで本当にあの自分で、えー「問題ありません」って言って現金の決済がされたくせにいざ目の前で3,000万をこう動いていくと私心配になってしまいまして。 当時私は大学四年生だったんですね。大学四年生の時に立ち会った代金決済の時に <laughs>、いやこれ大丈夫なのかな、大丈夫なのかなって、まああの。えー 大丈夫だったんですけどただ自分が OK 出したことによって現金が実際に動くっていう場を見てしまうと、ね、今までだってそれまでだって実はあの決済に行ってたんですけどそれはずっとパソコン上でこう、えー、クリック1つでお金が入金されるっていうだけでしたので実感があまりなかったところいざ自分が OK 出したことによって3000万のお金が動くことでちょっと本当にねあの非常に心配になったことを覚えてますまあ結局大丈夫だったんですけどねで、まあ、そういった現金のこともありますしまたはあの小切手などで支払われることもあります。 でもとにかくそうやって、えー、売主さんに代金が払われて売主さんが飼い主さんに領収書を渡すとこれで売買代金決済完了そしてこの瞬間に所有権が所有権がさんんに移転するんです。るでそうしましたら司法女子の最後の決まり文句飼、えー、い主さんのほうを向いてこの度は、えー、おめでとうございましたというふうに申し上げるんです。 この一言言うのはまた気持ちいいんだあのおめでとうございました言うとね本当に嬉しそうな顔をなさって買い主さんこれで自分の不動産になったわけですで売り主さんは代金をもらってこれで決済お開きですさあ大げさに言いましたけど実はかかる時間はものの三十分この三十分の間に目まぐるしくですね、えー、ことが進みようやくこれで代金決済終了所有権が買い主に移転しましたさあそうしましたら売り主さん買い主さん融資担当者はあお帰りになります でその後我々消費者はちょっとだけ会議室を借りまして最後の準備をするんですさあそれはどういうことでしょうかまずまずですねあらかじめ作っておいた申請書ね。この申請書の後ろに続いてえあらかじめ作ってそして今サインをしてもらった登記原因証明情報登記原因証明書あ違うんだごめんなさいあの、えー、あらかじめ作っておいたあ収入印紙徴用大使だ収入印紙徴用大紙ね えそしてえ、登記原因証明情報、それから6ページ目、あらかじめ準備しておいた住民票、そして7ページ目、今もらった印鑑登録証明書、そして今、あらかじめ作っておいて今、サインもらった委任状、この順番でホチキスで止めます、ここ2箇所ピ、ッピッってなってるのはホチキスのシーンだと思ってください。表紙をちょうど 表紙をちょうどですね、えー、3ページとして、ね、それからページ番号通りに、えー、3ページ、4ページ、5ページ、6ページ、7ページ、8ページまでを印鑑で、えー、ホチキスで留めるとというこでですでホチキスで止めましたら続いてあらかじめ用意しておいたあ当期識別情報が入っているこの封筒をその後ろにダブルクリップで留めていきます。 で封筒の部分はねここホチキスで止めちゃうと中まで一緒にパンチ開いちゃって陶器官がそのこの封筒の中を取り出す時にこの陶器識別情報が書かれた紙破れちゃったら大変ですからここはあのダブルクリップで止めていくことになりますでこれが申請書セットなんですでこの申請書セットを持ってその足で埼玉地方法務局アゲ出張所に行くんですねで埼玉地方法務局アゲ出張所に行きましてその窓口で今の申請書セット 登記識別情報在住の封筒までの部分ダブルクリップで止まってるのを登記官にお願いしますと言って手渡してこれで登記申請完了ということになるんですでさあそうしましたらこれで司法書士としてはひとまずやるべきことをやりましたではこの後は登記官の審査になります 登記官の方も同じように3ページ申請書を見てそして収入印紙徴用代金60万の必要な印紙が貼られているのを確認しそして登記原因証明情報を確認してでもって委任状に押された印鑑と印鑑登録証明書の印鑑を確認しそして登記識別情報の封筒を開けて中の登記識別情報を再度確認します。 でこれで当記、ね、識別情報が合っているか当時河野一郎に発行したものと寸分の類狂いもないかそして委任状に押された印鑑と印鑑登録証明書の印鑑が一致しているかこの二重チェックを行いまして当記官も申請をチェックします。 そうしましまて特価も問題ないということになりますといよいよ11ページの下にあるような登記を実行してくれるということになるんです。11ページの下にあるる。を実行してくれる、ね、つまり順位番号3番7月20日第3333 33号原因は7月20日売買所有者は新宿・新宿1丁目1番1号に住む大津の次郎この登記を登記官が実行してくれる。 さあ実行してくれるまで大体5日から1週間この登記が完了しますと次登記官何をやるか小津野さんが名義人になったわけですから新しく小津野さんに新しく発行する登記識別情報11ページの上にあります「登記識別情報通知」というですねえ通知書で通知されていきます。 そして一番下の12桁のパスワード見てください 13AH7K409S2G 河野さんに発行された17年の3月22日当時のパスワードと似ていませんよね末尾1桁だけが違うとかいうことでありません全く似ていない12桁のアルファベットと数字を組み合わせたパスワードを新しく作ってくれますそして実際にはこれ折り込み方式といってこうこうう折り込んであって、えー、外から見えない形になっています そしてこれを新ししくく名義人となった大角さんに渡していくで具体的には実際にはこれ司法書士が一旦受け取りまして司法書士から、えー、新しい登記の登記、ね、記録の登記事項証明書なんかと一緒におつのさんに登記完了の印として最終的にお渡しをするということで実は司法書士としてやるべきこと完了ということになります。 さあそれでは新しく小津野次郎さんが登記名義人となって小津野次郎さんの登記識別情報が新しくできましたらそれを小津野さんにお渡しして我々司法書士としてはこれで全てが終了でですすさあそれれれはこのの一連の流れ、えー、大体どれぐらいいい報酬いただけると思いますか今回、えー、100万円あらかじめお預かりしてましたうち60万円はあ登録免許税として、えー、税金で使っております。 で残り例えば住民票取得の費用ですとか当然申請までの交通費こういったようなものはもちろん経費としてそこに残り40万の中から引きましてそれとは別に純粋な報酬としまして、まあ、事務所によって全く自由報酬ですからあ報酬は自由に取れるんですけどもそうですねどれがらい雇るかな先生にもよるんですけど、まあ、高い事務所ですと20万以上取っていくんじゃないでしょうか。 ですので実際にはまあ六十万にプラスして二十何万まあ手数料込みで二十何万報酬として上乗せをし余りの十何万とかをおお坪野さんにお返しするで報酬は完全に自由化されてますから安くても高くても一応カバーないということにはなっています本当に先生によってはまちまちですでもまあだい二十万前後というふうにお考えくださいさあこれ皆さん報酬として安いと思いますか高いと思いますか 実はですねあの今までお話をしてきたところ実働時間ってどれくらいだと思います実働時間というのは実は登記申請書と登記現証明情報を作るのに、えー、慣れれば10分もかかりませんで、さらに業務ソフトを使えばですね業務ソフトが全部作ってくれますでさらに住民票を取得するのも郵送申請でやればいいし、えー、あと 登記、えー、識別情報について裏を取るのも、まあえー、スタッフなんかに任せればよいと、ね、いうことになりますと実動時間としましては実は事前準備でそんなにかかりません1時間もあれば十分でさらに当日だってもちろん、うん、立ち会いの場所決済の場所が遠ければ、まあ、交通の移動時間というのはかかるかもしれませんが実際の決済は30分ですよね。 登記申請も実際には移動時間がメインでこう手渡ししていくだけですから、そしてあの完了後の登記識別情報は郵送で法務局から送ってもらえばいいんですから、実増時間って本当に少ないんです。ですから使用書士というのは、実はあの一度きに登記申請というのは何件も掛け持ちできます。 弁護士が一時に訴訟を何件も掛け持ちするのは難しいと言われているのに対して我々は登記申請何件も掛け持ちできるんですですから一件当たりの報酬は、えー、それほど多くないように見えても実はあのかなりのですね掛け持ちによって報酬は、えー、膨らむことが期待できます月末の対案吉日なんてことになりますと一人で四件五件の立ち会いに行く代金決済の立ち会いに行くっていう使用書も少なくありません えー、そこで非常にね使用書士は効率よくですから報酬を稼ぐことができるという面もあるんですね。さあそれでは、えー、こういったですねあの不動産登記の立ち会い代金決済の立ち会い業務非常に使用書士の、まあ、花形の業務の一つでもありますそしてまた非常にやってて、えー、気持ちがよく非常に使用書士になってよかったと思う瞬間でもあるんですね。先ほど言いましたこの度は「おめでとうございます」というですね言葉を吐く時。 その不動産を手に入れるためにこの飼い主がどれだけ頑張ってです、ね、お金を貯めてこられたか例えば若いご夫婦が念願のマイホームを手に入れたそういった一人一人マイホームを手に入れる、まあ、マイホームでなくても不動産を手に入れるのにはいろんなこう飼い主のいわゆる歴史がありそしていろいろなです、ね、あの思いが込み上げてくる場面なんですそういった場面に我々司法書士は毎日のように携われるそれがすごく誇りであるし楽しみでもあります。 ああこのご夫婦にとって今回のマイホームがどれだけのです、ねえー、苦労のもとに手に入れたものなんだろうって勝手に想像してみたりまた嬉しそうに喜ばれてる、ねえー、飼い主さんにおめでとうございますという時の何とも言えないこの高揚感そういったものを毎日のように味わえるというのが法書士としての大きな魅力だと思います。 でですので皆さんにねこういった魅力というものを講義の中などでもぜひお伝えしようということで私はよくこういった決済の話なんかを講義中にお話ししたりしてるんですけどねあの私の講義をねもし聞いていただいた暁にはそういったお話をさせていただこうと思っておりますのでどうぞ楽しみになさってみてください。さあそれではは今日は不動産登記法の基礎知識として実際に司法書士が、えー 不動産の代金決済の場でどのような業務を行っていくのかどのような点に注意しなければいけないのかということを踏まえながら不動産投記の基礎知識をお話ししましたぜひこれをきっかけに興味を持たれた方はレックの使用、ね、書士の各種説明会などにぜひご参加いただければと思います。 それでは私の方からですね、今日は1時間でわかる不動産登記法としてお話をさせていただきました。え皆様のこれにより不動産登記法への興味が広がることをですね、非常に願っております。それでは時間が参りましたので、以上で終了させていただきます。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。